ボイパになんこかだわる。ベースがさ、ブーン、プププー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 プ
もうちょい行きましょうか。やだよ。だからさ、ドラムチチ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 みたいなさ。あ、もうパターンじゃないね、それね。だからそうだ、パターンじゃなく、はい、まあ。なんかちょっと大きくな、あのボリュームじゃなくて、大きく取る。うん。なんかあのお湯の中に、お湯が入った水槽の中に、ええ、色のついた冷たい液体をドボ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 って入れたら、それがまっすぐ下までドボドボドボっていって水面こう。そこに広がっていくじゃない？そうですね。ああいう感じ。温度差があるから。そう。わかんないっす。え、すごいわかりやすい例えをしたつもりだった。全然わかんないっす。夢ってさ、寝てる時の夢とさ、うん、将来の夢とさ、両方あるからわかんないよね。寝てる時の夢って覚えてないじゃないですか、大半が。まあね、忘れちゃうよね。そう。で、覚えてる時に必死にメモするんですよ。面白い夢あった？いや、で朝起きて確認すると、うん、何書いてんだろこれ確かにってなってるんですよ。不思議だよねあれね。すごい不思議な夢見ましたよ、空飛ぶ夢ね。空飛ぶ夢はよく、それがもうジャンプして空飛べるんですよ、うん、だからどこ行くにしても車も使わないし電車も使わないし、で楽器も軽くなってジャンプして持っていけるんで、いいね。である時、あ、まあじゃあもう5分前ぐらいに出れば間に合うから大丈夫だわと思ったら急に飛べなくなってやべって、でも飛べたんですけど、飛んで着いたらなんかしたけどパンツしか履いてないんですよ。何それ？とかそういう夢は見たことあります。あるあるだね。